最悪だったら。なんだな。まあフリーダムだね。極端に言うと何もやらなくて株かけてるだけでもいいんだよ。歩いてたけど、どうやってこっち見てんのこいつ。マジで死んだね。毎回よ、人のトンネルされる真似してよ。毎回こうだもんで、俺はまともに逃げれない。目に浮かぶもん、もう。なんで来てんだよ。マジで信じらんねえよな。全部のプレイがなすりつけ。マジで芸術的だわ。自分だけ中心で人のことは考慮しない走り。マジですげえよ。
だからこうなの。俺が上手すぎるだけなの。他の奴らは俺が下手に見えてるの。他の奴らはどうだ。あんなプレイなんでだろ。あそこのところでフックマンしてくれ。発電機回さねえだろ。普通のやつはスピリット相手に何回してんだってレベルだもん。こっちからすればマジで呆れる。負傷状態で回復もしねえでどこ行ってんだって話だもん。許された瞬間離れんだろ。どう考えても、どう考えても離れんだろ。でさあ、もうマジでもうさあ、なんでこんなレベルしかいないの。電気回せば繊維って東京把握ゼロみたいな。マジで呆れんだけど。いや、なんでこんなレベルしかいないの。もうこれやめるわ。もうもうさあ、発電機しか回さないんだよ。これすごいだろ、この野良の役立たずぶり。あと1台だったら分かるよ。俺も100歩譲って。あと4台あってこのプレイするやつらいいんだよ。なってんだよ、もうこれだよ。これをさ、何、優秀って言った方がいいの。これこそ暴言だよ、これ。ゲーム見て。こんなやつ申し訳ない。下手じゃん。ゲームの嵐じゃん、もう。意味わかんないじゃん。あそこの発電機を行っても回すってフット状態で。すごくキラーにマークされてんの。いつかわかるように言ってくんない？これを見て絶望しないやつのがどこにいんのってレベルぐらい。何してんのこいつら。ただ痛くない？この二人見ると。もうさ、ちょっと思うもん。どういうと思うよ。キラーにマークされてて、あんな真ん中のところを超状態スピリット相手で回す奴らがいる。泥船抜けた方がいいよ。でも、行かねえから、いいでしょ。てか、明日出かけない？だからもう、出るわ。時間効率を、多分出る。あいつらのために、出るわ。多分まだ。やろう。ってんじゃねえよ、まずよ。クズ野郎。お前だけ楽しんでもな。こっちは終わりてんだよ。クズ野郎。マジでムカつくやろ、クズ野郎。本当にムカつくよな、あんな給料しやがってよ。クズでしかないよな。ゲーム展開見てもうやる意味ねえって分かんだろ、まず。もうクズ野郎とゲームすればムカつくんだよな、ゲーム。最後まで頑張ることが美しい。ゲーム引退しろ、まず。回せないし、勝てないだろうよ。さっさと終わらせろよ、まずよ。
自分の身の程も知らずによ。なんでムカつくの。一番害悪よ。なんだよ、外から見てもうゲーム終了だろうよ。誰がやりたいんだよ。3人で3台誰がやりたいんだよ。早く抜けたいわ。こんなゲーム3人で3台回せるなんてやってるやつなんて能力ねえだろ。能力あるやつ3人で3台なんてきついって思うわ。作れてるやつがその回転になるよ。3人で3台がきつい。思わない方が俺はマジで驚くけど。よ。やられろこいつはマジ。あマジやられろ。何なのこれ。全部ワープしてるけど何なの2人とも。何このワープ、これ何のパークつけるの2人とも。ワープって言ってんだけど、こんな仕様だっけ。風景好きって言った相手にワープって奇跡。このゲームやってて終わらないやつの頭の中ってすごいよね。こっち終わらないやつを救うやつがいるわけねえだろう。まず終わる一択なんだよ。終わらないやつなんか意地でも救わないわ。すぐ終わらない意地が悪いやつをなぜ救わなきゃいけないんだよ。全プレイヤーがやるべきことはすぐ終われ、これしかねえだろ。イコール救わないんだよ、もう何があっても。
そうよ。どっちでもいいんだわ。勝負すればいいじゃん。気持ちいい。ありがとう、これで睡眠でいるわ。不本意だとしてももう眠りだ。出かけないといけねえ。戻ってこれりゃいいけど、十分はいいな。いちゃん寝てないと。その朝、遅く行くと、どうしたら、ますます、だろうな。失敗。あったのはやっぱりヒロちゃん。俺がいなきゃ何もできねえ。それがノラモブ。疲れるわ、もう言わせんじゃねえよ、毎回毎回。映画何だったのっていう。なんでもない。これでわめく。これでわめくとか。これでわめいてる。あんな塩なの言ってる。これでわめく要素なの。マジ？ないでしょ。今のデイビッドのわめき方、あんな塩になったのかって。なんか一発撃たれたら、わーって騒ぐんだけど。まあいいや。あったのは、やっぱり、ヒロちゃん。